去年の東京音楽学校の課題曲。桜子は音楽学校を受けるため西野先生に指導を頼みますが、それを引き受けてもらうにはベートーベンのピアノソナタを3日間で弾きこなすことが条件でした。音楽学校のことで笛子と喧嘩していた桜子は家を飛び出して学校の音楽室で夜通し練習しました。そしてついに試験の朝を迎えたのでした。やってごらんなさい。はい。音楽学校のこと許してあげり。さくらちゃん一生懸命じゃん。そりゃ兄さんの手紙錦の御旗みたいにして掲げられたじゃ、あんただって息はせんだらんが。もしかしてふえちゃん、さくらちゃんにやきもち焼いとれへん？そんなんじゃないよ。おはようございます。あ、おはようございます。桜子さん、まだ帰ってきませんか？すいません、非常識な娘でご心配おかけしまして。後で学校様子見に行ってきます。ありがとうございます。あら、ここに置いとったたらこどうしてないだろう。傷んどったでほかそうと思っとったのに。あら、いただきます。うん、おいしい。たらこですね。みーこが食べたんかね。腹下すあの猫。やっぱり当たったんだ。僕のせいです。はい、失礼します。姉ちゃん、先生大丈夫ですか？体の具合は。聞いたら教室で夜明かししたんですって。この暑いのに飲まず食わず寝ずであんなところにこもってたら、そりゃお腹も痛くなるわよ。本当に向こう水なんだから。僕のせいなんです。僕が作ったから。大丈夫です、ちょっと寝たら良くなりましたから。西野先生。はい。私
先生にお話があります。何ですか？お願いしたはずですよね、桜子に音楽学校の受験諦めるように説得してくださいって。だから私も難しい課題曲を与えて諦めてもらおうと思ったのよ。そしたらこの子は引きこなしてきた。どうして反対なのか理由を聞かせてくれるかしら。あなただって自分で望んで奈良の女工士に行って教職について今があるんでしょう。妹さんが職業を持って自立したいというのなら応援してあげるのが筋なんじゃないの。私の頃と今とでは時代が違うんです。先生、これから世の中はどうなっていくと思われますか？そうね、今度の戦争もすぐに終わるとは思えません。女が職業を持って自立するのはこれから先どんどん難しくなると思います。ましてや音楽なんてきっとすぐに目をつまれてしまいます。私だって今いろいろな締め付けの中で教師になったことが良かったのかどうか悩んでいます。だから教室で生徒が教師になりたいとか歌い手になりたいとか夢を語っているのを聞くと辛くなるんです。いずれ取り上げられてしまう夢だったら、そんな夢なら持たない方が幸せなんじゃないでしょうか。そんなことないよ。私やるだけやってみたい。世の中のことなんか何にもわからんし、自分にどれだけの力があるかもわからんけど、それでもその結果がどうなってもどうしても行きたくて行った道が行き止まりでも文句なんか言わん、泣いたりしんから。先生は東京の帝大に行っとらしたんですよね。ええ。いいな、東京ってやっぱり活気があるんだらね。音楽会とか展覧会とか映画とか。ええ、まあ女の人はみんな洋装なん？銀座あたりだと4割が洋装かな。へえ。東京のことなんか先生に聞いても仕方ないじゃない。行ってみて自分の目で見て確かめるしかないんだから。行ってもいいの？東京試験に受かったらね。その代わり試験を受けていいのは今年だけだでね。落ちたら潔く諦めること。はい。西野先生の特訓は翌日から始まりました。指が転んでますよ、もう一度。はい。桜子は生まれて初めて音楽にはただ楽しいだけでなく技術の習得という困難で厳しい部分があることを知ったのです。回ってません。もう一度、手首を柔らかく指を丸く。けれどその苦しみすらも今の桜子には一歩一歩自力で山を登るような喜びに満ちていました。
こ。どうした？兄が出征する。出征？東京から明日うちに帰ってきて2日後に豊橋の連隊に入るだって。兵士を送る会がここであるんだわ。そう、じゃあ私必ず行くでね。混んでいいわ。なんでそんなこと言うの？絶対行くでね。親友の兄が出征する。それまで遠くにあると思っていた戦争が初めて身近に迫ってきた瞬間でした。そう、カオル子さんのお兄さんが、うん、私もお見送りしようかね。私もご一緒してよろしいでしょうか？はい。今世の中がどうなっているのか見ておこうと思いまして。天に変わりて不義を打つ。軽々しく歌わんで、ゆうたろう。それでは高野健一君の出征を祝して、万歳！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 どうしたんですか？友達がおらんの。この度ここにおられる高野健一君は幸いにも国民を代表して徴兵に採用され本日入営することに相なりました。事後随分とご苦労はあると思いますが、何卒義務奉公、国民の義務を全うしてこられるよう祈ります。15は私たちが守ります。よ、気に染みたもうことなかれ。カオル子の掲げた兄の無事を祈る言葉に桜子は胸を疲れた思いがしました。おい、何やってるんだ！財布をすられたんです。桜子さん、あなたはどうです？はい、私の方です。皆さんも気をつけてください。泥棒がいたんです。自分の財布が取られてないか確かめてください。泥棒です。泥棒はあっちに逃げました。追いかけましょう。よし、桜子、私も行ってくる。